弟に傷ひた。それにテウセルも戦う意味を理解するからね。この意味は何年も俺の心の重しになってきたわけだし。お兄ちゃんたち何話してるの？任せ。ちゃん、毒願望は人殺しの機械だっていう人がいる。まさか、テウセルもそんな怖。うん、そうだよね。毒願望は悪いやつをた。うん、テウセルを守って。そうだね、毒願望と遊んでくるね。テウセル、走らない。しまった。テウセル、大丈夫かな。あっちに道がある、急ごう。この件は分かる。よっ、兵器迅速。描きがたし、燃えろ。そうだよ、兄ちゃんがこの先を確認す。甘やかしすぎたのかな。遺跡周囲が吊るされてる。移送先はどこだ。テウセルのところだったらまずい。なんとか止めよう。見せるのはほんの一瞬だ。いや、いや、はっ、いや、はっ、いや、ふん、いや、隙を見せるのはほんの一瞬だ。は？前にあるブロックは見たかな。え、僕お兄ちゃんの力。当たり前だよ、3つ数えて一緒に触れるぞ。3、2。何これ、眩しい。当たると羊になる魔女ビームだ。気をつけるんだぞ。うわー、危ない。
やっと合流できた。テウセル、怪我は？怪我してないよ。楽しかった。楽しかったのはこの先は大きい部屋だ。毒願望たちの部屋かな。そうだね、広い部屋だし、かくれんぼでもしようか。え、今？兄ちゃんはね、サプえ、サプライ後で探してごらん。でもその前に目を閉じて60秒数えないとダメだ。わかった。6060 59 58。時間がない、急いで処理しよう。48 47 46 45。あと10秒欲しいな、テウゼル。まだ隠れきっていないんだ。うん、仕方ないな、お兄ちゃん。分かった、10秒だけだよ。持って帰りたかったのにな。あれ、かくれんぼ。そっか、うれし。じゃあお姉さん、君たちでよかったよ。怪我したまま魔王武装を使うの、さすがにこんな格好悪い姿はテウセルに見せられない。君はそんなことしないさ。君のことは理解してる。君は。それにしても。俺はただ、いかなる試練からも、これがこのタルタリアが強く、それに子供の夢は壊れやすい。だから、守らないといけん。約束したら守る。は、与えた夢は、ちゃ、あいつは俺の大事な弟だからね。どうした？そんなに弱ってるのにカッコつけるな。早く医者に行った方がいいぞ。いい案だね。でもその前に、これは毒ガン。ああ、鍛冶屋に作ってもらった帰国。ああ、なんかこいつの数。それと俺が何も言わ、手伝ってくれるよね。指切り幻満嘘。懐かしいな、テウセルに教えてもらったんだね。うん、どこにもいない。お兄ちゃんどこなの？本当にどこにいるの？だから慌てて仕事に戻ったんだ。うん、そっか、もっとお兄ちゃんと一緒に遊びたかったな。わっ、これ、こういう毒願望もあるの？僕の名前が書いてある。僕気に入ったみたいだ。うん、さすがお兄。 DU エコーに来てお兄ちゃんに会えて、これで。これ以上わがまま言ったら、行こう。
様、テウセル様。あいつの部下。ええ、皇子様の命でテウセル様の帰国の件を担当します。誰？知らない人につい…オイラたちは平気だって。お姉さんのことは知ってるもん。え？お兄ちゃんの手紙に書いてあったんだ。トーニャお姉ちゃんが読んでくれたもん。だからすぐに分かったよ。ただの偶然じゃなかったんだ。テウセル様、スネージナヤ行きの船がそろそろ来ます。もう？じゃあお姉さん、バイバイ。僕待ってるからね。絶対絶対スネージナヤに遊びに来てね。指切りしよう。指切りげんまん。嘘ついたら氷漬けにさ。気をつけてな。またな。いやあ、いたんだな。別れは大事なものだ。今の俺、このカッコ悪い姿がテウセルの記憶に残ったら大変。直接別れを告げられないのは確かに残念だ。はあ、本来なら俺が家まで送るべきなんだけどな。弟を溺愛。でもなぜかテウセルを君たちに任せた時は安心できたけど、あ、そうだ、謝礼を忘れるところだった。今回は、わー、分かってる。それと約束も忘れないで。いつか執行官の誇りをかけて。まずは体を治してこいよ。今度勝負した後、君、トーニャとアントンを紹介するよ。俺の自慢の。あ、テウセルとの約束。テウセルも君たちとす。